それではお願いします。私の一番大切なもの、赤いランドセル。私は赤が嫌いでした。子供の頃、両親が買ってくれるものはすべて真っ赤な色をしていたからです。赤いパジャマ、赤い文房具、赤い髪飾りと、周りのものはすべて赤。他の女の子が着ている水色のブラウスやピンクの髪飾りが羨ましくて仕方ありませんでした。来日間もないあの日もそうでした。あの日、私は体験入学としてこれから通う日本の小学校に胸を驚かせていました。今日、竹沢のおじいちゃんランドセルをくれるんだよねと笑いながら聞く私に、母は微笑み返しました。私は可愛いのがいいなと期待と想像でワクワクしていました。竹沢のおじいちゃんは両親の友人で、当時貧乏留学生だった両親を自分の孫のように、自分の息子のように扱ってくれた恩人でした。私と母はいつものようにチャイムも鳴らさず家へ入ってきました。おばあちゃんが、よう来たね、いらっしゃいとゆっくりとこたつから立ち上がりました。おじいちゃんは相変わらずの仏頂面で、私たちを見るとすぐに目をテレビの画面に戻しました。これおじいちゃんからの入学祝いだよ。頑張って勉強して、お父さんお母さんのように日本の友達をたくさん作って、すごい人になってね。そう言って差し出されたのがピカピカの真っ赤なランドセルでした。普通の子であれば満面の笑みでお礼を言うでしょう。しかし私は赤いランドセルを見て笑うことができませんでした。ゆか、どうしたのと心配そうな母。ピンクの方がよかったと口を尖らせながら渋い顔する私。そんなこと言うんじゃないの。母の怒鳴る声を聞き、びっくりした私は目から涙をこぼしながらおじいちゃんの近くに駆け寄り、頭をポンポンと叩き、ピンクがよかったんだもんと泣き叫びました。ゆか、やめなさいと怒鳴り続ける母。おばあちゃんも私をなだめようとしきりに私の背中をさすりました。お前ら静かにせえ。ことを終わらせたのがおじいちゃんの一言でした。おじいちゃんの大声で母の怒鳴る声もおばあちゃんの慰める声もピタッと止まり、部屋にはただ私の泣き声と振り子時計の音が響き渡りました。おじいちゃんは泣き止まない私の顔を覗き込み、大きな手でまるで大事な宝物を撫でるかのように優しく撫でながら、ごめんな、でもな、おじいちゃん、ゆかちゃんがこのランドセルを背負って学校行って日本の友達を作って頑張っているとこ見てみたいんだよと言いました。表面はぶっきらぼうだけど、心の中は温かくて優しいおじいちゃん。あれからもう十数年、現在私は日本に留学に来ています。先日久しぶりに帰国し、家の大掃除をした時に目に入ったのがあの真っ赤なランドセルでした。あんなに赤が嫌いだったのに、どうしても手放すことができなかった真っ赤なランドセル。表面はすでに光を失い、ところどころ傷ができていたにもかかわらず、あの時と変わらず色褪せることなくそこにありました。私はおじいちゃん、おばあちゃんが期待するような人間になれたのでしょうか。たくさんの日本の友人を作れたのでしょうか。
中国人の私にまるで自分の孫のように接してくれたおじいちゃんたちがいるこの日本は、私にとってはもう一つの故郷です。あの時日本に住み、日本で学び、おじいちゃん